いやー、スーパーファミコンのこのゲームたちもさ、未だに更新してくれてるじゃん。64とか最近出たけどね。で、まあ、この前ね、パイロットウィングス やったじゃないですか。まあ、ひどいもんでしたよ。ひどいもんでした、本当に。もう見てらんなかったっすよ、皆さん、多分 で、その中でちょっとね、またこれも面白そうだなってなったんですよ。それがね、F0 です。いやー、これはあれでしょう。キャプテン・ファルコンが出てくるあの作品ですよ。出てきませんよ。キャプテン・ファルコンって実はね、スマブラオリジナルのキャラで、実際このゲームにはいなかったんですよ。はい。で、スマブラに出てくるのが、あれがもうオリジナルファイター。だから、彼の職業がスマブラみたいになっちゃってるんですよね。はい。で、これ F0 はもうレースゲームですよね。ちょっと。レースゲームには結構自信があって、マリオカートもね、ファミリー感で速かったり、湾岸ミッドナイトやってるんで、僕。オタク特有の湾岸ミッドナイトもやってるんで、ちょっとね、普通に上手いんじゃないかなと思います。操作はよくわかってないけどね。あ、で、これでセレクトカーね。どれにしよう？なんか性能差あったような気がするんだけど、まあ、やっぱブルーファルコン。男は黙ってブルーファルコンよな。あ、なにこれ？あ、こんなんあるんだ。へぇー、マックスパワー、3200PS。PS？ 馬力のこと？よし。あ、ナイトリーグ、クイーンリーグ、キングリーグ。なるほどね。クラス、ビギナー、スタンダード。あ。それだったら、エキスパート。エキスパート！ さあ、ミュートシティ。わー。待って。あ。B で進むのか。あ、B なんだ。この時は B なんだ。あー。待って待って。感性が、ちょっと待って。意外とスッスッスッス動くんだけど。早い！曲がれ！あ、これ悪路か。おお、飛んだ。なるほど、悪路に入らないようにして、もうこの時代から悪路は実装されてんだな。なんか、ないかな？ブーストとかないのかな？うわぁ、悪路突っ込む、どうしても。ランク8。よし、あ！一周するとなんか、右下に増えたね。あれでなんかあるんだ。痛いな、ぶつかんな。おい、ぶつかんなよ。湾岸ミッドナイト、やった！ぶつかんじゃない。リミット10って何？あ、あれか。10以内にいないと、ダメなんだ。もう、蹴り落とされるんだ。やべ。なんかないかな。浮いて！ぶつかんじゃないよ。なんでぶつかってくんだ、あいつ、いちいち。あ、なにこれ？L と R で傾くことができる。車体が傾く。リミット7。L と R で車体が傾くよ。こういうとこ細かいね。あ、これであれか。急旋回とかできるわけか。お、早っ！あ、これ A ボタン押すとブーストするんだ。へー、なるほどね。ちょ、待って。やばい、リミット7って書いてあったもんな。やばい、リミット7、リミット7、リミット7。You lost！ 素直に分かってるもん。よし。いけ！あ、でも操作は分かったし、コースに沿ってちゃんと進んでいけば、割といけんじゃねえかな。で、曲がり方は、L と R を押しながら、こういう風に回っていく。あ！俺、うまいかもしんない。また、始まった。お、ちょっと待って、お、どこ行か？おお！なんや、何が起こった？ 爆発したんすもん。 よし、今度こそ。でも、なんかいける気がする。素直になんかいけそうな気配はするわ。なんか、普通にあれだね。パイロットウィングスほどね。皆さんちょっともうごめんなさい。パイロットウィングスみたいな面白いプレイを期待してる方は本当に申し訳ないんだけど、これ勝てると思うんだわな。エキスパートでも勝てると思いますよ。素直に。曲がる方向に合わせて LR を押しながら曲がる。そうすると曲がりやすいね。あ、いた！え？ぶつかってきたわ、あいつ。ちょっと当たり屋いいんだけど。当たり屋がいるんだけど。ちょっと。いや、やめて！当たり屋がいる！なんか当たり屋がいるんだけど。この野郎。
細くなことしやがってよ。当たり屋だなんて。でもこれもね、ゲームセンター CX でやってたもんね。これも見たことあるよ。これはね、割と印象残ってるかな。よし、いい感じ。いい感じに曲がれてるよ。本当に、いい感じ。で、ここをキュッと曲げて、これブースト使って、おお、早い！いいよー。よし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 、いい感じ、いい感じ。ランク 5! セーフ7のとこ来たね。ちょっと当たられんのきついんだけど。当たられんのきつい。やばい！リミット7なのに。リミット7。リミット7だけど。いってえな、ぶつかんじゃねえよ。ぶつかんな、ぶつかんな、ぶつかんな、ぶつかんな。リミット6、え、なんなの ?6! いけ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 、加速加速、よしよしよし !2 ラップスレフト、ま、リミット 5! やばい、リミット5や。でもいい感じ、いい感じ。曲がれてる。ちゃんと曲がれてはいるし、ランク5、ギリギリやな。ギリギリラインだよ。ギリギリの戦いをしている。普通に熱い。ってか、普通に上手いな。俺多分初見としては上手い方なんじゃないかな、これは。いけ！ファイナルラップ！セーフ 3! リミット 3? 3以内に入らないといけないの？なんだこれ。だいぶだな。3以内。いやー、いけるか？4! 追いつけ！でもうまい！うまいことできてる！頑張れ！ 4 位！頑張れ！あははは！うわぁ！ You lost! I'm lost! あー、でもよかったのに。結構よかったよ。あー、ゲームオーバーって書いてある。悲しい。じゃあ、クイーンリーグ見てみたいな。普通の別のコースを見てみたい。クイーンリーグのスタンダードでやります。じゃあ。よし。お、ミュートシティ2になるんやな、そういうこと。あ！全然違うわ。もうコースレーダーが違うもんね。でもさっきの走りを見ていただくとわかると思うんですけど、割と上手かったっすよ。で、敵の強さを落としたんで、まあ体感変わってくんじゃないかな、全然。ちょっと当たるな、当たるな。もうぶつかんな、ぶつかんな、ぶつかんな、ぶつかんな。ぶつかんな、ぶつかんな。結構当たった時のさ、なんかクラッシュ判定がでかいね。いや、いい感じでも。なんだかんだであれだね。敵の強さが抑えられてるね。全然違う。全然違うわ。は、あの、普通に走れてるって感じがするわ。フォーラップセーフと。うん、全然、ランクは3だからね。この調子で、ペースダウンしてもいいぐらいだからね。いい感じ、いい感じ。ピンク。うわ、ぶつかり、なんか、当たり強いな。当たり強すぎない？まあ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 、オッケーオッケーオッケー。で、さっきみたいにコースに、外に落ちることがないようにしないと。当たるな、当たるな、ぶつかんな、ぶつかんな。ぶつかんな、ぶつかんな。いけ！いいよ、いいよ。でも、早いよ。素直に早いと思う、今。いや、割とできてるよね、F0。F0 割とできてる方じゃねえかな、俺。これ。まあ、マリカもそこそこ人よりはうまい。平均よりうまいからな。それだけはあるね。あ、いい感じ。1位になった、いよいよ。いよいよ1位か。やべえな。うまいかもしれんわ。ちょっと皆さん、ちょっとすいません。ちょっと。面白いプレイできないと思います。ちょっと今日。普通にうまいんで、僕は。僕はちょっと普通にうまいんで。いいよ、いいよ。抜きに行こう。あれは抜きます。抜きます。ちょっとどいて。どけろ。いて。どけろ。あー。もどかしい思いをするな。まあ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 。大丈夫大丈夫。まだセーフ5のラインや。セーフ5のラインって言っても最終的に3以内だから、あの R2 に追いつかないといけないの、R2 に。R2 って聞くとなんかすげえ別の車を思い出すんやけど。いい感じ。リミット3。でも勝てそうだな、やっぱ。あれだね。エキスパートの敵は強すぎんだな。エキスパートの敵は多分かなりの超反応を要求される可能性が高いな。
やばい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 、いらんところにぶつかってんな。いらんところにぶつかってる、やばい。ちょっと待って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 。焦る焦る焦る、焦っちゃう焦っちゃう。焦る焦る焦る、やばい。いらんの焦りが出てる。抜かれるわけにいかん。うおーっ、3! なるほどね。3位か。でもこれで初めて残ったな。ギリギリやな。ギリギリやー。お、新しいステージ。ポートタウン1。さあ、どんなステージなんだろう。あー、これあれか。あの、絶対飛ばないといけない。ちょっと待って、道がないわあはは道ないやん。ジャンプしなあかんねんけど、ジャンプするときにいきなり死んでったわ。スピードを乗せやんとジャンプしたらあかんわ。オッケーオッケーオッケー。まずあそこに乗るんだな。オッケーオッケー。乗るんだな。で、ここも飛ぶと。あ、スピードが乗ってないともうだ絶対ダメってことだな。なるほど。で、道幅がちょっと狭くなったね、明らかに。やっぱ、始めるミュートシティはやっぱ良かったんだ。ちょ、待って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 。なんか、あれなんか、引き寄せられる。ちょ、待って。なんかね、ちょ、待って、リバースになって、リバースになって。今ね、なんか引き寄せられた。なんだ今の。いや、多分ね、やってる、見てる側には通じないんだけど、引き寄せられるのがあった、なんか、急に、グッてなったんよ。なんだ今の。あれ多分なんかそういうギミックだとは思うんだよな。引き寄せられる。パワーダウン。何パワーダウンって。ううちょっと待って。引き寄せられる引き寄せられる、やめろ、押すな押すな、絶対押すな。ああええー、押したでしょ今誰か。誰か押したべ。さあ。ラスト一気ですよ。てか。あれ？ラスト一気なの？早いな。ラスト一気に追い込まれんのがな。いくらなんでも。あの引き寄せられるのなんだ？あれなんか対策法あんのかな？あ！え、あ、やめろやめろやめろ、なに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 、やめて、やめて、やめて。これあれだね。回復しないとダメだね。毎回コースの最初にある、なんか回復時みたいな。これ。これで回復できるから。押すなって！え？ターボ使って！よし。ターボ使えば OK。やったわ。でもそれでも結構、当たるで、これは当たるって！これはぶつかるって壁に。なんか引き寄せられるしな。やばい、パワーがない。パワーくれ、パワー。もうちょっとこのゲーム、実況やりたいっす。大丈夫かな？ターボ使って、リミット7ってか、ランク5。あ、ランクは大丈夫。全然、いけそう。押すな、絶対押すな。やめろ。やばい。やばい！ちょっと待って、同じ死に方は、実況した時に面白くない！やばい！1ミリ、あと1ミリしかない！曲がれ！わあ！あ、よかった！あ、早く！あ、リミット5！あ、押すな！お前絶対押すな！お、あ、1ミリ！え、パワーない！ちょっと待って、一瞬のミスも許されない！頑張れ！難易度、別のところに難易度があったわ。キングリーグを見てみたいな。キングリーグの、じゃあ、スタンダードで。どんなんやろ、キングリーグ。ミュートシティ3になるんだよね。どんなんなんだろう。もう全然攻略する気ないな、こうしてみると。皆さん申し訳ない。なんか、全然攻略する気がない人みたいになってますね。全然攻略する気ないな、これ。かじっただけで OK みたいになってる。ちゃんと真面目にプレイしてよ。これ、割といけんじゃねえかな。普通に行けそう。なんかね、操作感はいい感じになってる。うわ！道狭っ！ちょっと待って！うわ！カンカンカンってピンポールの容量になっちゃってる。なにこれ？待って！なにこれ？これなに？
あ、これバンパーみたいな感じか。これバンパーだ。頭当たると弾かれるんだ。マジか。なるほどね。でもミュートシティはありがたいね。なんか道幅広いし。で、パワー供給して、スタンダードなんでね、敵を追い抜くのには苦戦しないと。最大の敵は、壁にぶつかることだな。障害物にぶつかることだな。最大の敵は多分これ。うわー、こうなるか。うわ、待って、当たった時の反動が結構きついな。その、当たった時に反動がすごいきつくって、わ、わかるかなこの気持ち。制御不能に陥るんだよね。うん。マリカレベルじゃねえぞ、この制御不能は。残り一機。残り一機になりました。追い詰められました。ちょっと待って。でも慣れては来たんだ。残り一機ですよ。もうこのレースが最後ですよ。多分僕にとっては。いやでも、次のコース見たい。素直に次のコースを見よう。これは。かじるな。ミュートシティかじっただけじゃん、今日なんて。今日これミュートシティかじっただけなんだからさ、俺。これどうやって、一個食らうだけで。あ、でもいい感じ、今。今の神回出たよ。オッケーオッケーオッケー。慎重になれ。慎重になれ。まあ、ここはね、アクロつくかもしれない。でも、とりあえず3位、3位。3位狙おうね、3位。押すな、押すな。3位狙おう、3位。一回ね、バンパーとか壁に当たっちゃうと、立て直しが本当に難しいんだよな、これ。なんか引き寄せんのもあったしね。だから奥深いな。ちょっと待って、やばい。あ、これ良くない。落ち着いて、ここをくぐる。うわ、まあ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 、バンパーに当たらないことが最優先だ。スタンダードだから、多分、ある程度は抜けるはず。で、パワー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 、パワーちょうだいパワーちょうだい。よし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 。できてる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 よ。残り3周。いい感じ。あの黄色についていこう。うわ、なんか当たったな、だいぶ。だいぶ当たったな。だいぶ当たったな。ちょっと待って。うわ、めっちゃ弾かれた。まだだ。だいぶ弾かれたな。まだだ。俺はまだこんなところで終わる玉じゃねえ。まだだ。パイロットウィングスよりはできるはずだ。比較対象があれっていうのもな。まだだ。ゲーム実況者の魂ってもう見せてやるよ。こんなところで終わる玉じゃねえ、俺は。うっ、まだだ。大丈夫だ、いける。残り一機の重みを。え、何今の爆発するの、目の前のやつ。そういうのあんの。待って待って、ファイナルアップ、ファイナルアップ来た来た。ファイナルアップやで。でもよし、しかも2位、普通に次のところにつなげられる可能性が高い。完走しよう、このレースは。う、バンパチたい、バンパチたい。う、あ、大丈夫、大丈夫、いける、いける、いける。よっしゃ、オッケー、2位、オッケー。頑張ったじゃん。頑張った、頑張った。素直に頑張ったよ。さあ、デスウィンド2。え？何？デスウィンド？あ、待って！待って、これわかる？待って！待って待って！常に、左側に、風が吹いてんの。何これ。常に左側に風が吹いてる。あ、左側じゃ、今度は右に風吹いた。何これ風吹くの。ちょっと待って、バグるって、これ感覚絶対バグるじゃん。だから車体が常に左右に、寄せられるんだよね。常に車体が左右に傾いちゃう、そのせいで。待って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 。待たないと思うんだけどさ、みんな。まあ待たないとは思うけど、ちょっと落ち着いて話聞かない。めちゃくちゃ難しいぞ、これ。ちょ、待って待って、本当に壁に当たる。感覚バグって仕方ない、これは。これどうやって走んだ、こ
この横風はちょっと尋常じゃないな。まあ壁にも当たりますよ、そりゃ。やばいなぁ。こんな仕掛けもあんのか。やめて、押すな、押すな、もう絶対押すな、絶対押すな、やめろ、押すな、押すな、押すな。あ、パワーダウン。だいぶ押されたな。やばい。やばいか。しかもランクも、6。押すな、押すな。あ、やめて、やめて、押すな、押すな。やめろ、押すな、押すな、押すな、やめろ。レースは、うまかったんだけど。F0 のシステムって、わ、あ、俺、ダメだったね。